ヒカキンさんが大好きでどうしても体験したくてっていうので買うんだったらいいんだけど、なんかすごいうまいらしいぞっつって1600円で買ったら多分かなり後悔すると思う。見たわかるかな、こうね、もうだいぶカップラーメン、忖度なしでお願いね。味噌キムチのフォアスムアハイ、知ったことか、対立を煽るぞ俺は。やべ、ヒカキンさんの顔を指で押さえちゃった。不敬だ。味噌キンもう再販ないらしいね。再販なしマジ。味噌キン再販するっしょ、さすがに。どうなんだろう、しないのかな味噌キン再販。ハンマーヘしないんだってさ。あ、しないの、言われても悲しくないな。味噌キン初回生産しかしないって日清の回答があったら。あ、そうなんだ。うまいから売れたのか、ヒカキンブランドで売れたのか。まあ両方じゃない。まあ、ていうか、まあうまいから売れたはないかな、多分。別にうまいかったけど、そんなもう思いっきり他にないっていうレベルのうまさではないから。単純に日清さんも他の商品の売り上げ増、ヒカキンさんもネタとしてどう。ね、なんか一気一回パンってやりたかったんじゃない、多分。知らんけど知らんけど、バンってやりたかったかもしれないね。お前らが想像する味噌ラーメンを用意するじゃん。もうそれ。味噌菌の話でいいのか。うん。で別になんか特別めちゃくちゃうまいってわけじゃないよ。普通にうまい。うん。だからカップラーメン、カップヌードル食ったらうまいじゃん。と一緒。うまい。好みによるでしょうが、何点？札幌一番の味噌ラーメン。何点だから、カップラーメンって何点高いのかな。え、逆にカップラーメンで特別これはクソうめえとかある？あのあれね、生麺使ってますとかそういうのやつ以外ね。普通のカップラーメンで、じゃあなんか特別うまいって、別にまあ、うん、まあうまいみたいな、普通普通にうまいっていう。それってさ、担々麺がうまいとかさ、蒙古タンメンがうまいとかっていうのはさ、これはさ、もう好みの話じゃん。辛いラーメンが好きなだけじゃん。それはクオリティ高かったか否かって話で言われると、多分みんな一緒なんだよね、多分。そこはな、日清っていうのはやっぱもうアベージで高い点をずっと出し続けるから、うん、これマジでスッっていう。味噌味が好きな人は、好みとはすごいうまい、うん、パフォーマンスって言ったらスーよ、そりゃ当たり前じゃん。だってヒカキンコラボのラーメンが特別日清の中でうまいラーメンだって言ったら、だったら日清他のラーメンももっとうまくするよ。その水準も持っていくよ。この水準でね、ヒカキンラーメンだけ急にこうなったら、じゃあ日清の全部こう出します。同じ値段なんだから。蒙古タンメン辛味の中身旨味を感じる。ヒカキン来てもこの話続けれるのか。うん、別に続けれる。普通にうまかったっすよって。だってこれ別に普通の味で普通にうまかったよっていう話だからね、これ要するに。うん、逆に裏を返せば、普通の味で普通に分かったのに、ヒカキンっていうブランドがついただけであんだけ売れてるってやばいよね、マジで。だからあのラーメンが売れたのはもうほとんど、もう 99% ヒカキンのおかげよ。味噌味、カップラーメン味噌味と違うんだよな。食ってやろうか。あるぞ、また出すなら別の味だろうな。食ってレビューして。うおー、カルビが倒れた。出てきた。そこに入ってるのか。なんか結構ある。わらわら、目隠しで。そう、10食ぐらい入ってたこれ。ただね、俺ね、味噌カップラーメンって中途半端で微妙になるよな。カレーライスとインドカレーの方が俺は好きだったな。味噌金飯。まあ単純に飯が好きだからっていう。カレー飯の味噌版みたいな感じ。これはこれうまい。こっちの方が好きだった俺は。まあうまいよ、普通に。そう。けど、あの転売されてるやつ、1600円とかで買うのは、その全然買わなくていいと思う。うまいからっていう理由で買わなくていいよ。だからそのヒカキンさんが大好きでどうしても体験したくてっていうので買うんだったらいいんだけど、なんかすごいうまいらしいぞっつって1600円で買ったら多分かなり後悔すると思う。同じ製造ラインで作ってるんだから、うまさの上限はあるよ。同じ製造ラインで作ってるんだから、うまさの上限はね。そうなんだよね。そう、そもそも日清は日々最高品質を目指して常に頑張ってるわけですよ。そこまで言って委員会、そこに味噌菌コラボ入ったんだから、いきなりこれでコーンとはならないよね。それは最高品質で、かつこうヒカキンさんの好きな味に仕上がってるっていうことだから、だから全力でずっと球投げてる。ここにヒカキンが構えたところに全力で球投げてるんだから、ね、常にやってる。ど真ん中にストレート投げるときまで、ね、それなら自社の商品の方が、こういうもんですから。まあ野球1ミリも知らないけどね。麺も見たわかるかな、結構ね。もうだいぶカップラーメン、ね、カップヌードル近い。カップヌードルほど縮れてはないけど、かなりカップヌードル近い感じなんだな。まあちょっと3分間、いやこれね、ちなみにこれちょっと違う点として、これ5分間なんですよ。
これあの3分間じゃなくて5分間なんですよ。これ結構味噌で、5分間のカップラーメンと3分間のカップラーメンって違いとして、その5分間の方が麺のクオリティが高くなりやすいというか高い傾向にある。その小さいサイズで珍しいね。味噌だけにね。そうなんですよ、味噌だけにね。味噌だけに。いや、5分経ったか。5分経ったね。多分。行きますか。まあちょっと固めが好きなんで俺は。多分4分50秒、30秒ぐらい。食べてみたいな。じゃあ行きますか。じゃまず見た目はこんな感じで。汁があるからあんまり食べたいよ、まあ、基本もやしっぽい何かがあって、まだあと3分だよ。であとこれ白味噌だね。で麺はこういう、まあ、じゃあカップラーメン近いけどちょっと普通のカップラーメンよりも少しこうちゃんとしてるっつうか、カップヌードルに似てるけどカップヌードルっぽい感じじゃないところもあるけど、まあほぼほぼカップヌードル。なんかカレー入れないの？中華麺か。早いぞハゲコタやれ、おせ忖度なしでお願いね。ヒカキンからチアークルか。味噌キンうまいね。アスムア配信始まりました。腹減ってきたな。これ味噌が白味噌らしいんだよね。確かに白味噌って感じする。何か味噌キンに使ってる。うまいか。でニンニクもやっぱり最初バッてガツンとくるね。でその後はこれ味噌豚骨だから豚骨の味がしっかりしてて普通に美味しそう。うまそう。わら、いいね。スープがうまいだけ。レビュー元気。うまそう。うまそう、うん、白味噌甘いんか。白味噌だから甘いね。でかつ豚骨だからすごい甘い。腹減ったぞ。甘じょっぱい感じだね。味のイメージとしては味噌ラーメンで白味噌珍しいな。ほうへえ面倒。そう、味噌豚豚骨ってあんまりない気がするから、そういう意味ではちょっと珍しい気もするし、うまいね。味噌だったり豚骨だったりちゃんとラーメン、これちゃんとしてラーメンする。でしかも、味噌のおかげで、なんていうのかな、一段じゃない、天一とかにあるさ、すごいこの、こってりしたドロドロ系のあれ、野菜がすげえ溶けてるから、ドロドロなんだけど、こういうなんか、ドロッとした感じっていうか、はすごい再現されてて、なんか、食欲そそるレビュー上手ですね。味噌はずるいよな。T シャツじわじわくる。もやしだろうな。あ、もやしだね。天はじめはドロ。あと入れあるんかよ、わら。ドライス、なんか乾燥したもやしが入って、それがお湯に溶けてふやけてなんかシャキシャキとした感じになる。謎の白い何か、それヒカキンの歯。あと入れあるぞ。コタも何か食べてる。うん。で、ちょっと食ったら赤いやつ入れたよね。これ香味油、これ入れます。次味変でね。ほう、これ入れるとね、一気に結構辛くなるんだよね。おばちゃんこんにちは。これはちょっとお好みでやった方がいいかもしれない。味変。本当に結構辛い。味変とはクロートやな。いい食べ方だね。へえ。こういう感じですね。赤いの入りました。みたいになる。味変いいね。俺はあんまり混ぜずにざっくり食う方が好きだから。いいですね。ほうれん草。あ、一気に味変わった。ちょっと辛いのかな。え、お前らこういう系って最初に入れちゃうの？入れちゃう。変わる。うん、変化あった方が楽しくない？煽るな。入れる。最初に入れる。そうだぞ。知ったことか、対立を煽るぞ俺は。やべ、蒙古タンメンのあれが入れるの必須だから、その流れで入れるわ。ヒカキンさんの顔を指で押さえてしまった。不敬だ。不敬罪。不敬罪。死刑。ご飯入れたくなる。あとね、トッピングは、よくある。でもついてるトイレなんてもったいない気がする。こういう、豚っぽいかな。貴族扱いやんしょ。いや、これ豚じゃねえな。これ肉じゃねえな。これメンマだ、普通に。謎肉な。メンマと、けど肉の味がするな。肉どれだ、トッピング。これはメンマだね、けど。いや、謎肉はないね。メンマともやしとネギだけかな。肉ないかも、もしかしたら。うん、なんか言われてみれば肉ないね。成分表見るか。だけど成分表見てもこれがさ、その、スープに使われてるかどうかわかんなくない？また、指で押さえてやがる。早くは、もやし、味付けメンマ、ネギって書いてあるから多分肉ない、肉ないんだ多分。あ、炎上。あ、また押さえちゃった。不敬だ。ごめんなさい。ないのかよ。製品バージョンも出して売り上げ勝負してみてほしい。エキスかな。お肉欲しくなるね。うん。うまい。まだ別に肉ない。謎肉って大豆なんだっけ？そんなこと気にしなきゃいけないのか。逆にさ、この中に肉入れるとなると、ああいうその担々麺とかに入ってる肉になっちゃうと思うんだけど、これ入れるともう多分ただの担々麺かも。そうすると一気に担々麺感が増すかもな。これ何かに近いなと思ったけど、結構担々麺に近いかもね。そう言われたら肉味噌じゃん、担々麺って。うまそう。
ヒカキンは1年かかったって言ってるけど実質日清の歴史1年な、いか役。スープズズズっと。ごくごく。ケンツポイント何ポイント？エナケン一石二鳥だな。うまいね。どうだ、うん、まあまあ。どう？スープも普通にうまい感じ？新しい感想は出てこないけど。カップラーメンって3口ぐらい出てきたらそれ以降新しい感想出てこねえだろ。そのシャツに映ってる人は逆にカップラーメンで3口以降食って新しい感想出てくるやついねえだろ。わらわら、上級方にならない程度に再販したら利益取れそうだけども。